ヒレオくん。仲間と一緒に出てくるその生物は、未だに私たちもその生態がわかりません。今現在確認されているヒレオくんは、この4匹だけです。おやおや？1匹だけこっちを見てますね。よく見たら足が違います。もう少しよく見ると手も少し違います。恥ずかしがってるのでしょうか。チラチラいなくなります。なんもない池にみんなが集まってきました。みんなザリガニを見てるのでしょうか。ここで足ひれをつけたヒレオくんが背中を押しています。後ろを振り向けば異常にわかると思うのですが、今一匹落とされました。そして二匹目も普通に落とされました。最後の一人も落とされようとしています。誰も気づきません。そして自分も落ちていきました。おやおや、またヒレオくんたちが現れましたね。スポンジの上に乗ってみんな仲良しです。傘を飛ばしてるヒレオくんは無邪気で可愛いですね。3匹は仲が良くスポンジに乗っていますが、誰かがちょっと太いのでしょうか。全員が乗るには少し小さいです。みんな集まってきました。あと一人乗れれば3人乗ることができますが、まだ傘で遊んでおります。おやおや、上がれません。上げてって言ってます。ちょっと身長も足りませんね。賢いヒレオくんがいます。スポンジを傘を広げてみんなを守ろうとしています。やっぱりみんな仲がいい。ちょっと貫通してるのが気になりますね。実はこれ守ってるのではなく、味方を攻撃しているのでしょうか。今ちゃんと守りましたね。いや、気のせいでした。ここはもずく農園。本日もヒレオくんたちが集まっています。びっくりしたかな。今上から落ちてきたヒレオくん、一人だけいかつい格好をしています。親玉でしょうか。上だけがっちりした服を着ていますが、実は下半身裸足。やっぱり親玉だったみたいですね。今しているのは雨乞いです。農園には雨が少なく水もないため、雨を降ってくれと願っているみたいです。親玉のヒレオくん、先端を回してるだけではなく自分も回り始めました。おっと、何か嫌なことでもされたのでしょうか。がっつり喧嘩をしています。喧嘩も収まったみたいですね。仲良く歩いています。先頭のヒレオくんが後ろを見るたびにみんなが止まる。これはだるまさんが転んだでもしているのでしょうか。仲がいいですね。今日見てきたヒレオくんたち、とても仲がいいヒレオくんたちは息がぴったりで、
先頭のヒレオくんのモノマネを楽しんでいます。こういう光景が見れるのももずく農園のいいところ。それでは皆さん、さようなら。皆さん、おはようございます。今日もヒレオくんたちが仲良く遊んでいます。これは何をしているのでしょうか。そうですね、お歌を歌ってます。どうしたのでしょうか。音痴だったのかな。一匹のヒレオくんが指導を受けています。まだ下手だったみたいですね。上手に歌えず見学してます。おやおや、もう一匹指導が入ったみたいですね。特別指導をしています。こうやって歌うんだよ。先生がいないとこでも練習は大事です。みんなでこっそり練習をしています。こそ練。先生、怒らないでください。スポットライトに登れないヒレオ先生。今日は少し頭に血が昇っていますね。どう頑張っても登れません。物に当たってはダメですよ。生徒たちが心配そうに見ています。余計なお世話でしたね。生徒たちが帰ってきました。おやおや、先生は生徒に登れと、スポットライトに登れと言っております。そして歌ってます。すごい光景だ。先生、やりすぎです。こんにちは、ヒレオさん。一人でお買い物かな？今回は安い商品を嗅ぎつけてヒレオさんとヒレオくんが集まってきました。とても安い風には見えません。ラップに包まれたその商品は洗濯洗剤でしょうか。みんなが欲しい商品とは思えませんが、これだけヒレオくんが集まってきます。とても汚れが落ちやすい洗剤なのでしょう。そうですね、スプラトゥーンはよく汚しますから。今度は何を見ているのでしょうか。また洗濯洗剤ですかね。汚しすぎだ。スイカ、赤いスイカと青いスイカ。ヒレオさんが怒ってるのかな。スイカを消していますね。どうしたのでしょうか。スイカを見失ったヒレオくんたちは一目散にいなくなってしまいました。今度は
お菓子ですね。再び、ヒレオさんがお菓子を汚し始めました。またヒレオくんたちは、いなくなってしまうのかな？追い出してるな。今日のヒレオくんたち、最初から仲がいいですね。一匹首をかしげてますか。もしかして、実は僕は仲悪いと言っているのでしょうか。あらあら、みんなバラバラに動いてしまいましたね。仲が良かったのも最初だけ。みんな適当に動き出して、協調性のかけらがありません。もう、みんな好きなことして遊んでいます。誰も注意する人がいないです。無邪気なヒレオくんたち。一匹、頭が光ってる子がいますね。凶器を持ち始めた。ヒレオさん、危険だ。みんな、逃げて逃げて。後ろから追いかけてるのはヒレオさんだよ。また逃げて。来た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 。みんな後ろに気をつけて。しっかり走るんだよ。結局、仲がいいヒレオくんたち。あんなことがあっても、明日になったら忘れてるよ。ヒレオくんたちは仲が良く、橋から落ちています。橋の橋から。最後に、みんなで一列に並んでるよ。最初みたいだね。やっぱ、仲がいいんだ。終わり。